全日空はイタリアの航空大手アリタリア航空と提携すると発表しました。日本とイタリアを結ぶ国際線や両国の国内線を共同で運航します。日本とイタリアの流動がさらに発展していき、それから両国の繁栄につながっていくことを将来的な大きな望みとして持っております。全日空は現在イタリアとの間で航路を手掛けておらず、訪日客の増加を見込んで提携を決めました。アリタリア航空が運航する成田ローマ間、成田ミラノ間の2路線と日本とイタリア両国内線で10月28日から共同運航を開始します。区間内ではマイルの積算もできるようにします。全日空はアリタリア航空とは異なるアライアンス航空連合に所属していますが、垣根を越えて連携することでこれまで手薄だったヨーロッパ南部の路線を拡充する狙いです。